あ、皆さんどうもこんばんは。どうも、帝国より、大阪都構想の、説明会、遅延をいたしまして大変、恐縮でございます。まだまだ、お越しの方が、いらっしゃるんですけれども、100席ほど、作らせていただいているんですけれども、全然、足らないようで、まだ、会場に入れない方が、たくさんいらっしゃいますけれども、入場制限をしながら、進めていかなければならないなということでありますけれども、時間がもう押しておりますので、また私の方から、10分15分、大変恐縮ですけれども、松井代表が入るまで前座を務めさせていただいて、そして松井代表の今回の大阪都構想の説明を聞いていただけたらなというふうに思っております。改めまして、いよいよと今度の日曜日、2日後が投票日であります。今回の住民投票、10月の12日に始まりました。そして明日までの3週間、活動期間は21時間です。これは人を選ぶ選挙ではなくて、これは住民投票ということであります。そして、この住民投票ですけれども、今から8年前、2012年に大都市地域特別法というのを国会で、議員提案で通していただきました。この法案の中身ですけれども、今、日本には政令市が20あります。20ありまして、20の中、すべて行政区になっているんですけれども、政令市の中にも特別区を作っていいですかという法律を、我々8年前、大阪維新の会、橋本前代表、現の松井代表等が、その当時8年前は我々維新の会は国会には議席を持っていませんでしたので、その当時8年前は民主党政権でありました。で、民主党政権でありましたけれども、当時安倍前総理、そして今の菅総理大臣ですけれども、橋本松井さんとも大変その当時から親しい間柄で、ちょうど8年前になるんですけれども、その議員提案で国会に通していただきました。その時に中心になっていただいたのが今の菅総理大臣であります。そして8年前に大都市地域特別法ということで、特別区っていうのは皆さんもご承知の方も多いかと思いますけれども、東京が今特別区唯一のあるところであります。東京は今から70数年前、1943年であります。70数年前でありますけれども、東京も同じように東京府東京市の時代が、この大阪と全く一緒ですね、そのような時代がありました。そして東京は70数年前、1943年ですけれども、その当時の総理は東条英機さんですけれども、東京市を23区に、今のこの千代田区とか新宿区とか大東区とか世田谷区ですね、このように変えました。変えたってどのように変えたかといえば、特別区というのは区長を選挙で選びます。で、区長を選挙で選ぶわけですから、区議会を作ります。区議会議員がいるわけですね。そして教育委員会を作って、保健所とか児童相談所も設置する、これが東京の特別区であります。今再度同じ話になりますけれども、政令市の中でこのような特別区を作ってほしいということで、8年前当時の菅さんが自民党のプロジェクトチーム PT を立ち上げていただいて、その当時の座長だったんですね、菅さんが。で、菅さんが座長で、そして当時は民主党政権でありましたけれども、自民党、公明党の国会議員の有志の方々が、当時の民主党政権、この法案に対しては、当時はあまり賛成ではなかったみたいですけれども、重い腰を上げていただいて、当時の
政権政党の民主党、自民党、公明党、そしてみんなの党の賛成多数で今この政令市にこの特別区を作る法律が8年前に施行されました。私は何を申し上げたいかといえば、8年前にその法律を通していただきました。当時もその当時共産党、社民党は反対でありました。何を申し上げたいかといえば、実際国会でその党法案を通していただいたのは当時の自民党をはじめ国政政党でありますけれども、今この大阪都構想のこの議論でありますけれども、自民党の国会議員、大阪の国会議員以外ですね、皆さんもよくご覧になったら分かるんですけれども、閣僚、自民党の閣僚が来るとか、それとか大阪以外の国会議員があまり応援に来ている状況は皆さん見かけないんじゃないかなと。何を申し上げたいかといえば、当時の自民党は8年前に政令市に特別区を作ることを賛成をしていただいたからであります。だこのことをしっかりと押さえていただきたい。マスコミの方もそのことあまりおっしゃいませんけれども、8年前にこのような法律を通していただいて、今我々は大きな顔をしてこの大都市特別区設置法に基づくこの大阪都構想の活動をしているということをご承知をまず願いたいなというふうに思っております。そしていろいろ反対派の方とかからよくおっしゃれる、我々も活動して指摘をされることがあります。なんでまたそんな住民投票してね、このおかしいやないか、維新は強引やからとかいうようなことも言われますけれども、このこともちゃんと押さえておかなければならない事実があります。我々5年前に、皆さんもご承知の通り、5月17日最初の住民投票を行いました。ご承知の通り、賛成69万票、反対が70万票、まあ、1万票差ではありますけれども、反対多数となりました。そしてこの大阪都構想、当時の橋本代表、松井幹事長も一度はこの大阪都構想を実際断念をいたしました。その大阪都構想の対案として当時の大阪自民党が出されたのが大阪会議であります。で、大阪会議、この会議を開催をいたしましたが、話し合い話し合い、また話し合い話し合いで、当時の自民党、公明党、維新、共産、まあ、その政党がいろいろこの議論をしたんですけども、話し合い話し合いで何一つ決まらなかった事実があります。これでなかなかこの会議をどう進めるんだということになって、実際この会議がなくなってしまったという事実があります。そこで我々大阪維新の会、都構想、一度は住民投票を断念したけれども、この対案のこの大阪会議が全然前に進まない、で実際この会議の形態もできないような状況になっている。それで皆さんもご承知の通り、5年前の5月17日から半年後の11月22日いい夫婦、この11月22日にですね、ダブル選挙ということで、当時の松井知事候補、そして吉村市長候補がもう一度大阪都構想の住民投票をさせていただけませんかという、5年前に再度この公約を掲げてダブル選挙をさせていただきました。大変ありがたいことに、結果は皆さんご承知の通り、知事市長とも圧倒的な勝利を収めさせていただきました。そのことで今この住民投票が行われているということもご承知を願いたいなというふうに我々は思っております。で、よく二重行政いうことに対して、二重行政とかあまりないんやとか、それとか知事市長が同じ方向を向いてなかっても今までできるやないかと、そのようなことをおっしゃる反対派の方もいらっしゃいますけれども、一つの例を、皆さんに分かりやすい例を申し上げたいなというふうに思ってます。その5年前の
ダブル選挙で、当時の松井知事候補、吉村市長候補は、このもう一度住民投票をさせていただきたいということと、関西、この大阪に万博を開催させてほしいなと。1970年、千里で万博がありました。あの当時、日本は経済成長の時代でありました。なかなかその当時の時代でも、外国人を1970年、昭和45年かと思いますけれども、なかなか外国人を見る機会がなかったんじゃないかなと、私は小学校6年生でありました。で、万博に何度か父親、母親に連れて行っていただいた記憶があります。その時に万博に見て、ああ、外国人って、いろんな外国人の方がいらっしゃるんだな、いろんな外国のパビリオンに入って、いろいろ外国の文化があるんだな、そして外国の方々と、私も小学校の頃6年でありましたけれども、いろいろ声をかけていただいたり、あ、これがやはり国際交流だなというふうに、今でもはっきり鮮明にそのことを覚えております。そして我々は、維新の会として、再度、万博を開催をさせていただきたいということを申し上げました。その当時、皆さんご承知の方もいらっしゃるか分かりませんけれども、記者会見で、当時、その5年前の松井吉村候補と別に自民党の方から栗原知事候補、柳本明市長候補が出られたことはご存知じゃないかなと思います。その時にご承知のとおり記者会見で、いやいや、そんな万博なんてすることないでしょと、それは単なる維新の思いつきで、松井さんやら吉村さんがおっしゃっただけで、我々は万博に反対です。このことは5年前の記者会見でもはっきりとお話をされました。でも今、我々今回、大変ありがたい話でありますけれども、あの夢島、もともと大阪市が開発をして、約9000億ぐらいのお金ですか、を投資をしてましたけれども、何もその夢島の中に開発ができてなくて、埋め立ては作りましたけれども、ペンペン草が生えているようなところに、我々は誘致しようということで、府と市が連携してですね、この関西万博が、これはもう確定をいたしております。何を申し上げたいかといえば、もしかあの時知事市長が同じ方向を向いてない知事市長がなった場合、松井知事と柳本市長とか、もしくは栗原知事と吉村市長になった場合、この場合やはり万博というのは間違いなく開催されなかったんじゃないかなというふうに私は思います。従いまして、私はこのようなことがないように、我々大阪維新の会は、大きな仕事と身近な仕事、これをしっかり分けるというのが、我々のこの大阪都構想であります。大きな仕事というのは、今申し上げましたとおり、万博とかオリンピックとか、そしてこの国際会議、サミットとか、大きなことに関しては、やはり、大阪府知事ですね、そして大きな仕事としては、あと成長戦略とか都市戦略とか港のこととか高速道路のこととか、大きな仕事、あと大きな何か建物を建てるとか、こういうの大きな仕事は大阪府域で、そして身近な仕事、身近な仕事といえば、我々この区役所の窓口業務とか、そして小学校、中学の教育のこと、そして子育てのこと、福祉のこと、このような身近なことを特別区と行おうという、至ってシンプルなことを我々考えているわけであります。やはり東京はオリンピック誘致にしても、小池さん、その前の猪瀬さんが中心になって、やはりオリンピックの誘致を進めてきました。大阪、皆さんもご承知のとおり、以前、大阪市が中心になってオリンピックの誘致を進めた時期が
大阪府、大阪市が誘致を進めたオリンピックがありました。あの時は皆さんご承知の通り、大阪市と大阪府は不幸せと揶揄するように仲が良くなかった時代であります。あの当時大阪市はオリンピックに手を挙げましたけれども、不幸せということでなかなか大阪市独自であの当時オリンピックの誘致を進めました。従いまして結果的にはオリンピックの誘致5票か6票の国しか入れてくれなくて惨敗をしました。やはり大きな仕事、あの当時も府と市がやはり密にしている、同じ方向を向いている知事市長だったらまだ良かったかも分かりませんけれども、このようにやはり今申し上げたような大きな仕事は知事が行って、そして身近な仕事は特別区選挙で選ばれた区長が行う、そのような形をしていけば我々はいいんじゃないかなというふうに思っています。今この特別区の議論でありますけれども、我々は平野区のメンバーです。平野区は有権者が16万、人口20万です。一番大きな、この平野区24区で一番大きな区であります。今大阪市は270万です。270万の中の今20万の平野区です。今もうすぐお越しでしょうけれども、松井市長はその24区、平野区のことも港区のことも北区のことも全部見なければなりません。我々今申し上げているのをこの4つに分けて、ここは平野区を含めて新天王寺区になります。天王寺区、生野区、安倍野区、東住吉、平野区、この5つの行政区で新天王寺区、人口64万人になります。64万人の中の我々平野区は20万人です。約3人に1人が新天王寺区になります。そこに議会を作ります。区長を選挙で選びます。そして区議会議員を19人選ぶわけです。何を申し上げたいかといえば、今の平野区20万の中で我々の声というのは、今の平野区長さん、稲嶺区長さん、しっかりよく頑張っていただいております。頑張っていただいても、やはり3年4年で行政区長さんですから変わりません。やはり選挙で選ばれているわけではありませんから、議会もありませんし、予算編成権もそこまで強く持ってないわけであります。これを我々は65万の特別区の中に、選挙で選んだ区長を我々が選んで、そして区議会議員を19人作って、そこに教育委員会も作って、そして保健所も児童相談所も設置をしようという考え方なんです。その方が特別区、その5つの区、もう一度申し上げます。天王寺区、生野区、安倍野区、東住吉、平野区、この5つのことだけを、身近な区長、区議会議員がこのことだけを考えていくわけです。それの方が、我々この身近な、あ、近くの公園、もう一度こう整備してほしいとか、道路、近くの道、でこぼこ直してほしいとか、まあ、身近なことをですね、やはりその区議会議員の方々がしっかりとやってもらう。今までの大阪市、二重行政です。ご承知の通り、大きな建物を作って、大きなビルを作って、大きな施設を作ってきました。1兆円以上のお金が消えてしまいました。皆さんの税金であります。我々が申し上げているのは、大きな仕事、これの大きな仕事は大阪府、基本的には知事が中心になって、大阪府域で行っていく。そして身近な仕事を我々はこの特別区で行っていく。これだけのことなんです。シンプルなものの考え方なんです。で、よく相手陣営がいろいろ言われるのが、市営住と平野区はなくなるし、大阪市もなくなるし、市営住宅の家賃は上がる、税金は上がる、水道料金は上がる、平野区役所もなくなりますとかいうようなことをおっしゃってる。で、それをそのようなデマを平気でチラシに流している。実際
まあ、単純明快ですけれども、まあ、平野区は20万の人口があります。やはり公営住宅、府営住宅とか市営住宅とか、公団にお住まいの方がやはり4万人近くはいらっしゃることでしょう。でも、市営住宅の家賃一つ取って、市営住宅の家賃上がりますよっておっしゃりますけど、皆さんご承知の通り、市営住宅の家賃、あ、今ちょっと手上がって、もうあの市長がそろそろお越しということで、もう話、私の方はやりますけれども、市営住宅の家賃も、皆さんご承知、国会の公営住宅法があります。勝手に家賃を市長や町長が上げれません。これは決まっていることなんです。だからその点もご理解をしていきたい。デマが多いことを皆さんご承知しておきたい。今、我々のリーダーであります松井代表がお越しになりましたので、松井代表から大阪都構想の説明をいただきます。ご清聴ありがとうございます。改めてご紹介申し上げます。松井一郎大阪市長並びに大阪維新の会日本維新の会の代表、松井一郎代表です。よろしくお願いいたします。皆さん、どうもありがとうございます。ちょっとコロナなんで離れてで、このマスクしてるとちょっと聞きにくいというのもありますんで、ちょっと皆さんとの距離をこちらの後ろに下がらせていただきます。まず最初に皆さん、いよいよもう次の日曜日、あさってが、皆さんに判断をいただくことになりました。まだわからない、混乱してる、ちょっと不安という方がたくさんいると、こういうふうに僕は感じてます。で、皆さんに最初にお聞きしたいんですけど、わからない、混乱してる、ちょっと不安という方は、ぜひ手を挙げてもらいたいと思います。本当にもう正直に手を挙げていただくのが一番ですけど、皆さんもうだいぶ分かっていただいてるんですかね。じゃあもう皆さん早く帰って家で、もう家でご飯食べて美味しいお酒。政治の話は大して面白くないんですからね。もう分かっていただいてるんやったら、もう本当においし、もう今日は金曜日ですから、まあ、コロナですから、あまりね、外へは飲みに行けませんけど、まあ、自宅で楽しい一家団らん過ごしていただいた方がと思いますけど、じゃあ今日ね、MBS 討論会、見ていただいた方、いらっしゃいますか。ありがとうございます。まあ、これが最後の討論会がなんと MBS と、西さんですよ、最後が。昨日が官邸で、それで最後 MBS って、これは何かなと、なんかの巡り合わせやなと思ってたんです。もう完全アウェーですからね、西さんは。もう本当にね、大体僕の悪口で最後、いつも番組の最後はね、いつもだいたい僕の悪口、西さん。でもすぐコマーシャルで、言いっぱなしやんかって、よう僕、いつもね、車の中で帰りしなね、テレビ見てるんですよ、MBS、あの時間帯に。いつも最後ね、いや、松井市長はちょっと強引なとこがありますね、とかね。で、維新のために政治を やってるわけじゃないでしょうね、とかね。言いっぱなしで、ね、ピュッてコマーシャル。僕、いつも車の中で、ちょっと待てって言うてね。ちょっと待てって言いながらね、わーわー騒いでるんですけどね。まあ皆さん、大阪都構想を今日見ていただいたら、よく分かっていただくように、彼らと意見が、もう、要は討論にならないんですよ。討論に。なぜかというと、彼らが言ってることっていうのは、もうまさに今のままで自分たちの保身だけなんです。今日は共産党がね、こんなこと言ってましたよ。270万のね、今の、形でね、70万なんて大きい役所に作り替えても一緒やって言うんですよ。で、僕は言ったんですよ、270万と70万はだいぶちゃいますせと、ね、お金でもそうですわ、70万と270万追ってたらね、置いてあったら誰でも270万つかみに行きます。全然違うんです。やっぱりね、僕も市長になりまして、まあ1年半ですよ。でもね、大阪市長っていうのはね、一人でやっぱり限界を感じます。というのも、大阪市っていうのはまさに子供が生まれるところから、もっと言うと妊婦さんの時から、この支援ね、
それからもっと言うと、こう子供ができない、そういう人たちの支援からね、そこもとにかくゆりかごから墓場までが大阪市長仕事なんです。本当に墓ありますからね、大阪市経営してるゆりかごから墓場までの身近な仕事と、それから万博やろうとか、そして、あの大阪の高速道路を延伸さそうとか、鉄道を伸ばそうとか、むちゃくちゃ大きい仕事、それから病院もあります、それとあの消防も持ってます。とにかく大きな仕事から小さな皆さんの身近な仕事、もうむちゃくちゃな量の仕事があるんです。僕は知事に来やりました。知事の時は直接皆さんの身近な仕事はないんです。大きい仕事ばっかりやってたんです。関空からどうやって大阪中心部にね人を集めてこようとか、それからまあ先ほど言った高速道路延伸させようとか、それからもう一つはあの万博とか、それからリニアの話とか、大きい仕事ばっかりをまあ役割としてやるわけです。で学校も大阪府は高校なんです。高校で大学が一つあります。大阪市は大学あって、高校あって、中学あって、小学校あって、幼稚園あって、保育園あるんですよ。これ全部ね、これ大阪市長がいろいろとその状況に合わせて政策を実現しなければならないわけです。これはね270万人もうむちゃくちゃ大変です。寄り添うのが仕事ですから、そういう小さなあの自治体の基礎自治体のトップというのはこれ一人では無理です。無理、まあ、精一杯やってますけど、やっぱりね学校回るだけでも420小中学校あるんです。回りきれませんよ、それは現場。それから例えば成人式、これ成人式って一生に一回ですよね。一生に一回、普通の市役所、八尾の市役所、東大阪市役所、そういうところであれば成人を全部一堂に会して、市長は必ずその成人式に出席した人に会えるんです。会えるんです。大阪市は会えません。24区あるんですから回りきれませんよ、そんなの。だから大阪市長っていうのは役所であの身を尽くしの金をね成人式にコーンとついてるんです。選ばれた何人かとだけ。でも普通の基礎自治体の首長っていうのは、市長っていうのは、成人式はその市の成人がみんな体育館に集まって、市長がまあいろいろと大人になったらこうやでというような話をしながらね、皆さんこれから社会を支える、立派なあの大人に成人になってくださいよなんてね、まあ言うわけですよ。でも大阪市ではそれはできないんです。これは基礎自治体としてはね規模が大きすぎるということなんです。昔はそれでもよかったんですよ。昔はね、まあそもそもそんなにニーズが千差万別なことはありませんでした。これ戦前は、戦前のいうのは大阪市がねもうほとんど人口は大阪市に集積して、そして高齢化率も低かった、そんな中でやってるもんですから、そんなに大きなあのニーズっていうのがなかったんです。で大体みんな家庭がねあのご主人が働きに行って奥さんが家にいるっていうのが昔昭和の時代やったわけです。一人一人の子どもたちに対してのサービスとかもやはりもう画一的なものでやれたんです。地域のそういうコミュニティのつながりも深かったし、今はそういう時代ではありません。もういろんなニーズあるんです。例えば学校現場、先ほど教育委員会の話しましたけども、大阪市では子育て世帯の多い家庭、子育て世帯の多い場所、そこでは今度学校の教室が今足りないねなんていう、そういうこともできてる、そういう課題が出てきてるんです。でも大阪市内ある地域に行くとね、1学年1クラス、それも30人ぐらい、過疎地のような状況の学校もあるんです。過疎地の同じ大阪で、これは学校現場っていうのはそれぞれニーズが違います。でも大規模校はやっぱり教室が不足してきたり、そういうことがいるし、小規模校はこの小学校とこの小学校を一緒にしてやっぱりある程度の規模を作っていこうとか、
そういうことも取り組まなければなりません。いろんな形でニーズが違うのに、今一人だから同じような形で学校現場と向き合わなければならないわけです。これが特別区4区になれば教育委員会も4つできます。今は1つなんです。420校相手に1つの教育委員会、学校現場それぞれに目配せしながら指導監督助言するんですけど、これなかなか目が行き届きにくいです。これが100校規模で4つできて、各教育委員会が4つできると、今までよりはより学校現場に目配せ、目が行き届きやすくなります。まあ、そういう形でこれからはニーズが千差万別だから、近くに役所を作った方がより皆さんの声は届きやすくなるということなんです。で、これらのこれからの時代、サービスをこう拡充していく、支えていく、一番何が必要か、ここがもう反対派の皆さんと僕らと一番違うところ。討論会やってても自民党と共産党は政令市やから今のサービスができるということを言います。政令市やから違うんです。お金がなければできないんです。財源があって初めて今のサービスがこれ維持ができるわけです。今、大阪で反対側の人がよく言う大阪のサービスなくなると言われるサービス、反対派がこれはない、これがなくなるってもう不安煽る。それは何かというと、給食がなくなるよとか、給食、それからもう一つは、大阪市では中学校の子どもたちに月1万円の塾代助成というのもやってます。これもなくなってしまうよ。医療費助成なくなるよと、子どもたちの、それから幼稚園保育園3歳から今教育費無償、これもなくなりますよと。でついでに敬老パスなくなりますよと言うんですよ。皆さん、なくなりません。なぜならば財源があるからなくならないんです。特に子育ての今の支援策っていうのは、これをスタートさせたのは橋本徹さんが市長になってからスタートしたんです。橋本さんが市長になった時ね、高齢者の皆さんからはだいぶ怒られましたね。敬老パス3000円取りやがるって、橋本お前ええ加減にせえよと。僕も一緒にね、街頭やってたら高齢者の皆さんにね、橋本これは中馬さんが作ってくれたな、高齢者の頑張ったっていうご褒美なんやと、お前はなんてやつやと、俺らがもう家から出るなということかいと、むちゃくちゃ怒られて、でその時橋本さんがね、もう言いました。お父さんすいません、3000円はいただきます、でもね、そのお金でなんとか子育ての環境を良くしたいんですよと言いました。でもう本当にね、気持ちのあったかい高齢者の人はね、あ、そうかと、じゃあ3000円はなんとかしようと言ってくれるんですけど、まあ、今反対ずっとされてる方々はね、知るかそんなもんって言ってね、石投げられて、まあ、要はそういうことなんです。あれ3000円いただいた時ね、平松さんの時代、皆さんご承知の通り破綻寸前やったんですよ。大阪市の財布がどうもできなかったんです。で橋本さんがまず市長になってね、大阪の子育ての状況どうやと、よその市町村と比べても最悪のような状況をやったんです。でこれは何とかしようということで、橋本さんがまず塾代を助成しようと。大阪市内ってね、本当に子どもの教育学力格差激しいんです。今平均して、橋本さんがまたそれ大阪で、学力テストの結果悪い悪いって言ってね、教育委員会何してたんだとか言ってたでしょ。全部が悪いわけじゃないんですよ。いいところはすごいいいんです。僕も全部見てます。やっぱり教育熱心なエリア、いいところは学力テストの結果すごく点数高いんです。でも悪いところは全然悪いんですよ。全然で、やっぱり悪いところをね、引き上げていってあげないと。でこれやっぱり教育の差っていうのは、所得の差っていうのは、これ相関関係があります。所得の差、やっぱり豊かな家の子はね、塾に行く、習い事する、そういう形で学力を上げてきてます。やっぱり厳しい環境の家庭の子っていうのは、それは塾行けませんよ、お金ないから。で橋本さんは家庭環境の差で教育学力格差、
これはね、なんとか抑えていきたい、子どもたちのスタートラインは並べていきたいということで、橋本さんが月1万円の塾代助成というのをスタートをさせたんです。そして給食、大阪市は平松さんの時給食はありませんでした。中学校給食、これも橋本さんが当時やっぱり家でしっかりねお弁当を作れるところはいい、まあ、僕の時も給食はありませんでした。でもまあ母親家いてましたから、母親が、まあ、僕ら兄弟ね4人分のお弁当を作って持たせてくれてた、たまに前の晩のすき焼き入れるからね、えらい目あってカバンに入れたら、カバンべちょべちょでね、横にしたら、あれ食べる時もうパッと開けたらもう教科書ももうね肉汁ついてますね。まあこれまあ余分な話になりましたけど、そういう時代じゃないと。今はもうやっぱり夫婦が稼ぎに行ってるっていう家庭も増えてきた、もっと言うと一人親家庭も増えてきて、お弁当をちゃんと作れる家庭ばっかりじゃないと。そういうことで栄養格差につながらんようにということで、橋本さんがまず給食やろうよということで、最初は宅配の弁当やったんですよ。この弁当がまた評判悪い、冷たい、まずいということで評判悪かったのを、まあ、橋本さんはああいう性格です。吉村さんはやっぱりねスマートやし優しいし、橋本さんがまずい冷たいって言われたのは、吉村さんがよし分かったと、温かい給食やろうよということで自己調理方式っていうのがスタートして、今温かい給食になってるんです。で今年の4月コロナの影響がありました。でコロナの影響があるもんですから、子育て世帯ってやっぱり若いね、お父さんお母さんで、コロナの影響でその会社の売り上げが落ちたりすると、まあ給料が減る、まあ、今のJAL とか ANA とか大変な状況ですよ。もうもちろんボーナスなんてありません。それでまあ今出向という形でね、違う会社でというのも出てます。まあそういうふうに厳しい環境に子育て世帯がまあ見舞われるということで、給食費だいたい月4500円、月4500円、この給食費がその子育て世帯の大きな負担にならないようにということで、僕がこの4月から小中学校とも給食費を無償化にしたんです。これ財源77億円かかるんです。でもその財源今はあるんです。あるからできるわけです。赤字じゃこれできないんです。で反対派の皆さんはこれらがなくなるなくなると不安を煽るんですけど、じゃあ政令市って平松さんの時も政令市だったんです、ね、関さんの時も磯村さんの時も政令市だったんです。なぜ平松さんの時できなかったんですか、破綻寸前でお金がなかったからです。政令市でできるんならもっと早うからできるはずなんですよ。でもそれができなかったのは財源がなかったからできない。それをね反対派の皆さん忘れてるんですよ。もう、うん、もうこの9年間9年前のことね忘れて、政令市やからできるできるって言うから、僕はほな平松さんの時なんでできないんですかって聞いたら、おやおやって言うんですよ。おやおやって、そこで思い出すんでしょうね。ああそうやったなみたいなね、それでだから政令市だからできるんじゃなくて、財源確保したから今のサービスがこれが成り立ってる、継続ができてると。じゃあ橋本、松井、吉村、そのお金どうしたんやと、平松さんの時はなかったんやろと、関さんの時もなかったやろと、どうやってお前らそのお金使ってんと、作ったねとね、僕らはどっか穴掘ってね、そこで何かを掘り当てたわけではありません。皆さん方が毎月いただいている、毎年納めていただく税金、個人の税金と企業の税金、この税金を無駄なことに使わなければ財源が生まれてくるんです。昔はビル2本、大阪市は WTC ビル、大阪府はゲートタワービル、こんなビル2本建てて高さ争いして256メーター、これよくテレビでも言ってます。最後大阪府が、あれ大阪府のビルの方が最後後に建ったんですよ。で大阪市のビルはもう256メーターで出来上がってた。
で当時の建設技術でいくと256メーターというのはね、いっぱいいっぱいだって。あれ建った時は西日本一高いビルだったんです。今はハルカスですけどね。でもういっぱいいっぱいで、あ、これ以上はもう躯体は伸ばされへんなということになって、大阪府側はアンテナ10センチ立ててね、アンテナ 256.1 メーター、西日本一高いビルは大阪府が建てたなと。これでやっぱり大阪においてのリーダーは知事やなと喜んでたんですけどね。こんなビルテナント入りません。結局ガタガタ、お客さん来ないから破綻。皆さんの税金2つ足せば2000億パーです。パー2000億円です。2000円置くんちゃいますからね。2000億円パーパーですよ。だからこんなことをずっとやって、それから二重の行政で無駄な経費いっぱい使ってたんです。無駄な経費、まあそれはね、あ、まあこれ今の図ですけど、それ何かと言いますと、大阪府と大阪市が揉める原因っていうのは大きな仕事をそれぞれやるからなんです。大きな仕事、高速道路を伸ばしていこうとか、それから鉄道を延伸しようとか、それから規制緩和を国にお願いして、やっぱりそういう大阪の成長戦略のを作ろうとか、こういうのが重なり合って権限あるんです。でだから同じような仕事をやるから、そこに無駄が発生するわけです。分かりやすい無駄の例で言います。分かりやすい無駄の例で言いますとね、皆さん大きい仕事するとき、例えば今僕と吉村さん、鉄道の延伸、なにわ筋線っていうのを今延伸計画をして事業をスタートしました。このなにわ筋線をやるにあたっては大阪府と大阪市だけじゃダメなんです。国土交通省、国の役所と協議がいる。で国と協議するときには皆さん東京にもやっぱり事務所は必要なんです。事務所で僕と橋本さん事務所一元化しましたけども、平松さん橋本さんの時まで同じ仕事するのに東京で事務所2つあったんです。東京に近いところに、東京は家賃がお高い、ね、で事務所構えたら人もそこに配置しなければなりません。人件費もかかります。同じ仕事してんのになんで東京に2ついるのと。でこれもね、結局知事と市長なんで、大阪府と大阪市共同の事務所やったら気使うわと、ね、平松さんが行った時に東京事務所長、大阪府の職員ならいや、ひょっとしたら俺の言うことを聞きょれへんのちゃうかと、今晩どっかご飯食べに行きたいのにあいつら接待せえへんのちゃうかと、こういう形でね気使うとか言うてね、2つ持ってたんで、僕と橋本さんの時に同じ仕事するから東京事務所1個決めました。十分それで余計に職員同士毎日顔合わすから、毎日顔合わすから意思疎通もうまくいきます。いいことだらけ、家賃は半分、職員の数も抑えられます。これら皆さんの税金でずっと成り立ってるわけですよ。ずっとやってたわけです。2カ所体制を橋本松井吉村ずっと1カ所体制9年間です。それから海外にも事務所持ちます。これはね、大阪の商品を海外にやっぱり輸出するときに向こうでの手続きとかそういうのを支援するためです。で大阪の子どもたちが留学するときにこの下支えする、海外の子どもが大阪に入ってくるときにこれをサポートするため海外の事務所も持ってます。これも同じ場所で同じ仕事するのに2つあるんです。こんな無駄なことはありません。僕と橋本さんで一つにまとめて今9年間全く問題ありません。一箇所です。この事務所だけでも皆さん毎年億というお金が浮いてくるんです。億というお金が。それから大きな仕事の中に皆さん中小企業の支援、反対側もよく言うんですよ、中小企業の支援をちゃんとするとかね、もっと具体的に言うやと言うんですけどね僕は。だから中小企業の皆さんがやはり新しい投資をしよう、商売拡張していこうという時は融資、お金を借りるということが必要になります。でも中小企業で信用力というのがやっぱり低い、これを担保するために信用保証協会という役所の組織があります。平松さん橋本さんの時、大阪市信用保証協会、大阪府信用保証協会、
2箇所あります。やってることは同じなんです。2つあったら中小企業の皆さん、まあどっちに行ったらいいんやろうなと。審査の内容も一緒なんです。これ一元化した方が窓口一本化になって分かりやすいです。満足度も上がります。で、僕と橋本さんで一つにまとめました。もうあれから8年が経過してます。信用保証協会だけで事務経費3億円浮くんです、1年間で。こういう形で無駄なお金を抑えること、これでまず財源の確保というのをこれまでどんどんやってきた。それとそれだけでは給食77億かかりますから、その分だけではそれ足りない。もちろん改革もやってますよ、職員の数、メタボな役所をぐっと筋肉質に作り変えてきた、そういうこともやってます。でももっとやらなければならないのは、これから日本人の税収というのは減るんです、一人一人。当たり前なんです。だって日本人の数減っていくわけですから、今もう減ってきてるわけですから。そして現役世代が減って高齢者が増えていくわけです。昔万博の頃は高齢化率大阪で 7% だったんです、50年前。ですからもう、まあ、皆さんが現役やったんですよ。その時は100人のうち7人、65歳以上。今は100人のうち28人、 28% の高齢化率なんです。大阪はよその大都市と比べても高齢化率が早いんです、早いんです。そしてこれから20年しますと高齢化率が4割で、人口は減っていきます。日本人一人一人の税収は増えません。そんな中で高齢化になっていくと医療費、社会保障費は伸びていきます。今日本の医療費はいよいよ40兆円を超えました。40兆の内訳はまず保険が3分の1、自己負担が3分の1、あとの3分の1が税金で補填をしているわけです、わけです。これがどんどん伸びていく。その時にどうやって安心した医療福祉を受けてもらう、その財源どうするの。日本人は減っていく、一人一人の個人の税収は伸びません。消費税どんどん上げていくのか、そんなことはできません。生活成り立たなくなります。今 10% が 15% でももう非常に家庭にしたらむちゃくちゃ痛い。それが 20% 30% なんていうとそれぞれ生活成り立ちません。どうするの。成長させて、成長する大都市を作って、ビジネスチャンスをどんどん作って、そこでビジネスを成功させて法人税というのを増やしていくんです。ビジネスやってる人、商売やってる人、儲かればそれは利益が上がりますから黒字になる。黒字になったら税金を納めてくれるようになるんです、企業が。そういう形を作っていかなければなりません。このなにわ水仙も同じなんです。大阪で仕事がしやすい、そして便利な大阪っていうのは人が集まってきます。そういうことをするためにもなにわ水仙っていうのは30年前から必要やって言われてた大プロジェクトなんです。これが全く30年間動きませんでした。経済効果で5144億円となってます。沿線合わせて9000億程度の経済効果があると言われているのが、この30年動かなかったんです。これも僕も今日もテレビでも言ってましたけど、理由は簡単です。大阪市長と大阪府知事、意見が合わなかったからです。どっちが負担なんぼということで、全く意見が合わずに、結局、また話し合いしよう、また話し合いしようということで、どんどん先延ばしで30年動かなかったのが、僕と橋本さんの時に動き出しました。吉村さんと最後 JR 南海みんな交渉して、そのテーブルに乗せて今スタートしました。これは今から10年後、2030年にこのなにわ水仙が開通をいたします。これが開通することでさらに大阪の経済を伸ばすためのチャンスっていうのが広がってくるわけです。この新今宮のところが起点になるわけです。 JR 南蛮のところの新今宮、新今宮っていうのは今まさにホットスポットになってます。これ新今宮の駅って皆さんもうよくご存知のように、あの西成の愛林地区の向かいですよね。
で昔のあの10年前の西成を想像してみてください。今あの西成のアイリンの向かいに星野リゾートのホテル建設がスタートしたんです。星野リゾートで、あの労働センターもう今労働センター一旦廃止して建て替えもやりました。でも10年前は皆さんあの周辺大阪の人でもちょっとなかなか行きにくい、そう言われた。今はあの周辺、今年は来てないですけど海外の人たちが一番ホットスポットとして利用するエリアになってまいりました。街がきれいになったからです。皆さんそういう形でまず大阪の経済をやっぱり成長させていかないと、これからの日本が持続可能な国として社会保障を支えることはできません。で僕と橋本さん吉村さんで今子育て世帯そういう形で財源投入してきたのは、成長する大阪をこの9年間府と市が一体で旗を振って実行してきて結果が出てきたでしょうということなんです。この8年間で皆さん僕と橋本さんで戦略を作りました。経済を成長させる、今まで平松さん橋本さんの時は経済を成長させる戦略がそれぞれ別々バラバラだったんです。皆さん大阪の地図を頭にちょっと思い浮かべてもらいたいんです。大阪っていうのは大きいように見えますけど、皆さん47都道府県の中で下から2番目なんです。もともと一番ちっちゃかったんです、大阪は。でも関空と、まあ、夢島埋め立てまして面積が増えました。土地がほんな香川県をちょびっと抜いたんです。香川県より大きい。で46番になった。どっちにしても小さいんですよ。その小さいエリアのど真ん中が大阪市で重なってるんです。当たり前ですけど全然遠く離れたところにあるんじゃないんです。で皆さんは大阪市民で大阪府民なんです。重なってるんです。そして大阪の事業所の数は大阪地域を超えて広がってるんです。区域全体にみんな重なり合う中で事業所が拡大していって、大阪の成長戦略が大阪府と大阪市2つあれば、民間の皆さんどっちの戦略が本当なのか混乱します。どっちの方向を向いて事業を拡大すればいいのか、大阪はこれからどういうふうな産業を育てていこうとしているのか、府と市がバラバラやったらどっちが正しいか混乱して分かりません。本当はどこ行くのってなってしまいます。僕と橋本さんの時にこれを一つにまとめました。で一つはその戦略の中の産業の柱っていうのは観光、これを大阪の産業の柱に育てていこうと。僕らが、僕と橋本さんが知事秘書になった時、関西の観光は京都です、大阪は素通り、京都が観光スポット、今皆さん世界の人が行きたい都市のナンバー3大阪なんです。東京は5位です、京都7位なんです。これは大阪府市が一体で観光局という組織を作って、大阪の、まあ、観光のスポットとか大阪の観光の、まあ、魅力を世界中にアピールをした、それから観光客が来ていただいたときに過ごしやすい大阪で環境を作ってきた。例えば多言語でレストランで対応してもらうとか、そういうところに補助を打ちながら、それでホームページで多言語でいろいろと具合悪くなったら病院紹介したりとか、そういう形をいろいろ作ってきたんです。僕と橋本さんが知事、市長知事になったときに2011年、海外のお客さんは160万人です。平均2023年は140万人。それが皆さん令和元年去年1200万を超えました。1200万。でこの人たちがホテルに泊まる、高島屋で物を買う、そういうことをしてくれたらどん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 売り上げが伸びてくるわけですよ。そしてそういう形で大阪の地価、これも先ほど言いましたけども、まあ、新今宮あの西成のあの周辺、星野リゾート待ちきれくなったら当たり前ですよ、値段上がってきます。土地の地価が前年対比 8.8 と全国トップクラスの 8.8%、
伸び率を示してきた。皆さん方、市民の皆さんの、まあ、資産価値が向上している。それから雇用、そうやって商売大きくなってきたら、やっぱりみんな雇おうと、人を雇おうと、雇用が生まれます。年平均4万人で、8年間で 37.8 万人の雇用が生み出すことができました。有効求人倍率、平成23年には 0.64 だったのが 1.8、 今年はコロナの影響では下がっておりますが、去年の数字がこうだったわけです。こうです。そのこういう形で海外のお客さん1231万人、まあ、来ていただくと、だいたい1人当たり10万円から15万円使ってくれるんです。ホテルに泊まる、ご飯食べるで10万円使っていただいて、1200万来ていただいたら1兆2000億この大阪にお金落としていってくれてるんですよ。それは売上伸びますわ、利益上がります。利益が上がって黒字になるから法人税を払って納めてくれております。それでこれは観光の分言いましたけど、もう一つやっぱりものづくり、これをこれも健康というものをキーワードにして、ものづくりとサービスを作っていこうということを今成長戦略の中にも示します。健康ものづくりって何なの、皆さん、これから世界で一番ニーズのある世界中の人が求めるものとサービスなんです。それは何か、みんな誰しもが年齢は重ねていきます。高齢者になった時にやっぱり人生最後まで自分で自立して、そして全うしたい、豊かに暮らしたい、誰もが願うことです。日本はこの高齢化率、先進国の中で一番早いんです。でも先進国のほとんどがこの高齢化問題というその課題に向き合っています。そして日本のそのライフサイエンスウェルネス、まあ簡単に言うと医療の技術だとか創薬の技術っていうのは世界ナンバーワンなんです。そういうその中でも大阪っていうのはその集積地でもあるわけです。皆さんがよくご存知の iPS 細胞、これ、まあ、今日も新聞出てました。いよいよあの腎臓の治療でも使えるんじゃないかと、今今日の新聞出てました。 iPS 細胞は山中先生が発見をしてノーベル賞を取ったわけです。そしてそれを活用しながらさまざまな治療をしている拠点は阪大であり京大であり理研っていうところなんです。神戸の全部関西なんです。阪大では澤先生っていうのが心臓の iPS の治療もやってます。で理研では目の治療を今高橋先生いう方がやってます。この方々も今の万博のアドバイザーなんです。今度のでそういう世界中が求めるやっぱり健康で最後まで生きたい、こういうところの新しいものとサービスを生み出していこうよ。そしてそれを世界に発信する、それは万博でやろうよということで、僕と橋本さんの時によし万博やろうということで旗を振り出したわけです。万博の経済効果というのは2兆円と言われております。皆さん、これ橋本さんと平松さんで万博できましたかね。ここなんですよ。万博も僕と橋本さんが府市一体で国を動かしてきたんです。2015年の12月の17日です。橋本さんが辞めた次の日に、東京で総理と菅官房長官と、会いました。で橋本さんご苦労さんやねということで、で僕と橋本さんはこの機会に万博売り込もうよという話を行きしなずっと話してた。それで僕が総理にお酒継ぎながら、あの時はねだいぶ腸の調子良かったんです当時あのねあれね、ちょっと話ずれますけどね、やっぱり薬がねなかなか合う合わん、それストレスが一番飽きませんね、あの病気は。であの時は腸の調子良かった、今ようなってるらしいですよ、総理辞めてストレスなくなって、あの民主党とかにもうぐちゃぐちゃ言われへんから、やっぱりねやっぱりストレスなんですね。ほんでその時にお酒継ぎながらね、総理と日本はこの課題を解決しなければならないし、これは世界中が求めますよと、これそのやっぱり超高齢化社会をいかに日本が乗り越えていくか、
そのためのものとサービス生み出す、それを世界に、それで世界貢献する万博やりましょうよと言ったら、総理がギラッと目がね、目の色が変わって、隣に菅官房長官で、菅ちゃんって言うんですよね、総理は。菅ちゃん、ちょっとやあのまとめてよっていうのをスッと言って、で僕が菅官房長官からね、松井知事と、あのちょっと大阪でもう叩き台になるプラン持ってこいと言われて、僕はすぐ次の日大阪帰ってきて、まあその日はもうお酒でね、へべれけになってましたから、次の日大阪帰ってきて、大阪の府の政策企画部にこういう話になったからすぐ叩き台作ろうということで動き出したのが万博のスタートなんです。大阪府と大阪市バラバラではできるはずがありません。で今その万博を目標に、今新しい会社がどんどん大阪に入ってきてくれております。でそういうことで経済を成長させてきた結果ね、皆さん8年間で大阪府の税金 1.7 倍、僕が知事の頃1780億増えたんです。1年ですよ。当時の2011年と比べて1780億の税収が増えました。大阪市では 1.3 倍、308億現あのお金にして増えたんです。このお金あるから、僕は今年よし、コロナもうこの際小学校中学校給食無償で行こうよということを決断できたんです。平松さんの時お金ないから、クーラーもついてなかったんです。小学校中学校暑かったんです。で平松さん暑いからクーラーつけるお金ないからね、ゴーヤとヘチマ植えて、いや屋上に、でこれでちょっと涼しなるやろって、そんなもんまたあのその世話するだけでね、熱中症になりますよ、ゴーヤとヘチマの世話、クーラーじゃないと。で今は今度中学校、中学校もやっぱりね、子どもたち体育館ね、あの中学校普通教室もクーラーついてる、体育館ね、これ運動するときやっぱり熱中症になる、だから中学校も今空調を設備するように今もうスタートいたしました。これらが子育て世帯への重点投資なんです。平成23年平松さんの頃67億円だったのが、令和2年度には582億円まで伸ばしてきたんです。伸ばしてきた、約8倍に増やしました。でこれもね、反対派に言わすとね、8倍なんて増えてないと、そんな大したことないって言うんです。この下にね、基礎となるそもそもの学校運営費があるわけですよ。先生の給料全員ので、学校のそもそもの維持管理費、それはね420校の学校あって、子どもそれだけいたら先生もいっぱいある、この下にあるもんまで合わせてね8倍になってないというわけですから、これはそこは全部新しいサービスではないでしょと、だから僕らは8倍になりましたよということを言ってるんです。67億を582億にすると500億ぐらいお金必要になるんですよ。それはまあ無駄をぐっと抑えることと、成長して税収を伸ばしてきたからできるわけです。この形をこれからもずっと続けていきましょうよというのが大阪都構想。大阪府と大阪市バラバラになる必要ない。この9年間僕と橋本さん吉村さん一つにまとまって、もう僕らは確信したんだ。大阪一つにまとまったら、まあ力あったよねというのを改めて確認を今しているわけです。だから二度と人が変わっても、例えばもう一回平松さんが、ね、あの市長になろうかなろうと、区長になろうがで知事に太田さんがなろうと、いやでもなろうとね、喧嘩にはならないんです。役割分担しますから。大きな仕事を大阪府が担う、皆さんの身近な医療福祉教育は区長がやる、平松さんが区長太田さんが知事でも喧嘩になりません。大きな仕事は大阪府がやりますから、これは選挙で選ばれますから、誰がなるかわからないんです。僕と吉村さんがずっとやるわけじゃないんです、こんなのは。だから東京都はその制度で、今まさに皆さんがご存知の東京都が出来上がってるわけですよ。昔
1943年までは東京都も東京府、東京市だったんです。東京府と東京市がよく揉めてたんですよ。対立してたんです。その時は日本はアメリカと戦ってました。アメリカと戦ってる時に首都東京で東京府と東京市が仲悪い、対立してる、こんな場合じゃないということで、当時は時の内閣総理大臣が号令かければ制度は変えれたんです。当時の東条英機内閣総理大臣がアメリカと戦ってる時に首都東京で東京府と東京市なんかバラバラはあかんと、一つにまとまれということで東京都という制度がスタートしたんです。あれから77年が経過をいたしました。で77年経った姿が今の一極集中と言われる東京都なんです。でもこれから日本は人口が減少して高齢者が増えてまいります。東京だけで持続可能な社会保障はこれは無理です。やはり力のある大都市が日本を支えていく、そういう形を作らなければ日本はこれから持続可能な安心安全な国とはなりません。我々はこの9年間大阪府市一体で取り組むことでまさに大阪に力があることを確信をいたしました。この状態をもう我々の時代だけではなくて僕らの子供や孫、まあ、僕も子供も孫もいるんです。もうね、10年、20年、30年先に昔の対立する大阪というものではなくて今の形、これをきちっと固めて次の世代に引き継いでいきたい。そのことで東京一極ではなくて日本の中に二極と呼ばれる大都市大阪を作っていきたい。そのスタートをあさって皆さんにご判断をいただきたいということであります。ありがとうございます。ぜひ皆さん、反対派が言ういろんなデマあります。あれ、今回ね、毎日新聞のあの記事、皆さんご存知ですよね。218億かかると、あれもね、職員も悪かった、毎日新聞からね、いろいろと、厳しい取材があったとはいえね、ないもんを出したらダメなんですよ、ないもん。で僕昨日その報告を受けたんですよ。で聞きました、局長にね。で今までの大阪市の財政局って優秀なんです。もうやっぱりもうみんなね、優秀で頭いい、もうはエリート集団だ。でもう何もね、別に怒れへんけど、こういうことを今までやったことあるんかって聞いたんですよ。大阪市の財政の数字出すときに何かないような数字で計算したことあるかって聞いたんですよ。ほんならそういうことは一切ありませんと。それともう一つ局長に聞いたのはね、特別区の基本財政需要額の算定式って参考にするんなら東京都しかないよねって言ったんですよ。東京都しかないですからね、今特別区。それはその通りですと。で東京都の算出方法は理解してんのって聞いたら、理解してますって言ったんですよ。東京都の算出方式っていうのは旧の東京市合算で算出してるんです。だから今の大阪市の基準財政需要額と同じなんです。ところがそれを特別区を政令市に分けるような形にすれば増えるん当たり前なんです。そもそもあれは内式を使ってるんで、僕はこれ偽造やなって言ったんです。ないもんを出したらな、その通りですということになって、それでなんでここまでやったと言ったんです。ほんならやっぱりね、いろいろと熱心な取材が多かったと。で僕にはちょっと圧力的に感じたって言うたんですけどね。 でもそれでも公務員なんだから、そういうないものの書類は出したらあかんと僕はそう言いました。いやその通りですわいうことで、昨日局長がね、あれ全否定やったんですけどね。皆さん、そういう中 でまたこれがね、不思議なのが、僕が知る前に、僕は大阪市長ですよ、僕が知る前に共産党があの218億知ってるの。本当びっくりしたんです。
あの記事出たん今週月曜日でしょ。先週金曜日 NHK の討論会やってたんです。これもネットで残ってますから。その討論会で市長って218億増えるらしいやんかって言われたんですよ。僕も知らんから、その数字何言ってるんですかやったら、218億増えますって言われて、それは誰が計算したんですかって言ったら専門家って言ったんですよ。結局まあ出どころはそこやったんですね。あの職員が共産党に直接渡したんではないですよ、これははっきり言ってます。先に共産党を持ってたって言うんです。で説明に来てくれって言われて行ったというのが僕にの話でした。まあだからこうやって変えようと思うとね、いろんなそういうデマ、まあそういうものが飛び交います。で僕らが言ってるのはこの9年間やってきた事実なんです。僕らが、僕と橋本、吉村と維新のメンバーでやってきた数字をずっと並べて、コストはこれだけかかります、ランニングコストこれだけですということをやってきた、サービスした、そういうあのサービスを拡充した財源を踏まえて法定協議書で財政シミュレーションというのを組みました。それはね、今のこれが、あ、今その前、その前あのお金の財政シミュレーションのこの自民党の案、それはこんだけかけたらね、それは赤字になりますわ。これはもう僕もこんだけかけた、ただこのかけたこんだけの数字のね中身見てると、この庁舎、これ完全なるもうデマ。庁舎269億って書いてるんです。これ庁舎は建てません。今の中之島庁舎使います。それから皆さんの区役所そのまま残ります。新しいものを建てる必要ないじゃないですか、もったいない。あるもん使おうよと。であるもん使って改修はいりますから、改修を。それで241億なんです。ランニングコスト30億です。で今度こっち側はね、ランニングコストでね、追加ラン15年でね525億って書いてるんですよ。これも中身がよくわからないんです。30年、30億としても15年やったらね450億、それがいつの間にかね525億って書いてなってるの、よくわからない。これ鉛筆なめで書いたら何本でも数字作れます。それも15年ですわ。15年ってね、皆さん大阪市は一般会計毎年2兆円の予算組んであるんですよ。2兆円、これ15年の、で525億やったら入ってくるお金も15年分あるっていう話なんです。コスト出すんなら年このこんだけですよとちゃんと出さないと。で彼らの数字をもうこれ完全にね騙し数字、庁舎は建てないんですから、そもそも庁舎が入ってんのがおかしい。これ全部足して勝手に数字作って不安を煽ってるわけです。218億も昨日出たのも一緒です。我々はそういう事実の数字をもとに計算しました。財政シミュレーションです。財政シミュレーションお願いします。これ事実を積み上げて毎年毎年予算つけますから、その事実を積み上げて計算しますと、この青い線になるんです。この黒字か赤字かのこのライン、このラインは黒字か赤字かのラインです。これが上プラスになるということは、皆さん今のサービスは守られるということなんです。で彼らは数字をむちゃくちゃ作って、こういう緑の線勝手に作りました。これで赤字やからサービス減る減ると、わけのわからない無理やり のそういうネガティブキャンペーンをやってるんです。でこの赤の数字、これまたえらい上やなという話になると思う。役所っていうのは予算やります。決算の時には予算を下回ります。当たり前なんです。例えば道路をきれいにする時には予算は組みますけど、実際発注する時は入札します。入札したら一番安いところに落としていくわけですよ。で決算するとプラスの年223億出てくるということで、まあ十分成り立つねというのが我々の考え方であります。でさらにやっぱりこれから万博を含めて大阪府と大阪市一体になれば、先ほど申し上げた税収もこれ伸びてくるという、そういうことで我々は可能性も感じております。で皆さん
次の時代のためにも、あさって皆さんの一人一人のもうデマがはびこってますから口コミ頼りです。で皆さんの携帯の LINE メール知ってる方、もう今町中で反対派ががなり立ててます。大阪市をなくすなとかね、もうあのここうあの家賃が上がるとか水道代上がるとかもうがなり立てて、やっぱり皆さんそのデマに騙されてます。でもう今本当に世論調査の結果ご存知だと思います。もう全く横一線です。で皆さん必ず皆さんの友人知人メール LINE をつながりのある方に11月1日賛成と投票に行って賛成と書こうという声を広げてください。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。あのここまで話してどうしてもここだけ聞いときたいってあります？まあ大体皆さん最初からもう分かってるっていうね、ええ、まあちょっと松井の話聞いて、まあ、適当に面白いかなみたいなね、それはあったと思う。ぜひ皆さん、もうもしねここだけやっぱりどうしても、まあ、不安が芽生えたという場合は、あの我々は理解していただいて賛成を皆さんにしていただきたい。反対の人たちもう無責任ですよ。分からんから反対。普通政治家はね、分からんから反対じゃなくて、皆さん分かってもらうから説明聞いてくださいなんです。彼らは分からんかったら反対しましょう、僕らは分からなければ聞いてください。ぜひもしそういう疑問不安がこう芽生えた場合は、僕や岩城さん維新のメンバーは全員この10年間都構想について実務をしながら、府庁市役所を動かしながらこれやってきましたから、全員が皆さんの疑問点にお答えすることができます。ぜひご理解いただいて、なんとかまあ本当ね10年20年30年先、まあ、30年先はねもう僕も岩城さんもいません。ええ、大体、ええ、いませんけど、やっぱり子供や孫もいますから、で皆さんその時代にね、まあ本当にあの不幸せて揶揄されるようなそんな大阪じゃなくて、東京都2極と言われるそういう大阪をぜひ一緒に作っていきましょう。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは松井代表、次のスケジュールがあるので、それではどうもありがとうございました。お疲れ様でした。今僕に言われてもそれ見てないわけやから、前回の設計図、はい、競技書の中にはその数字は出てないよ。議論の過程の数字なんじゃない、議論の、そうでしょ、組み合わせ数字として、うん、まあ、一旦はあの議論の中に出された数字だと思うんで、うん、まあ、決してその捏造とかそういう話ではないかと思います。いや、これはもうね、議論の途中経過で、前回2013年、はい、2013年というのは、11年に僕と社長がなって、議論途中で、あの基準財政需要学の議論の時に参考としてそういうのがあったかもしれないけど、それは大阪市の方式の財政局の公式な数字ではありませんから、あの府が計算したそうなんです。あ、そう、うん、だから大阪府としてざっくりと参考の叩き台にしただけのことです。つまり参考になると考えたから、違う、その時はやっぱ大阪府でも、まあ、公明党さんも反対で、でそのまあ、あの議会からの、まあ、そういう一定の前提を置いたものを出せって言われて出したというだけで、今回の、 あの基準財政需要額っていうのは
財政当局、まさに大阪市財政当局が出したものですから、これとは全く質の異なるものです。まあ、一応でも計算はできたということじゃないですか。でもその計算式もそんなないもんで勝手にやってるだけだから、その時もそういう議論してるよ、出されへんっていうのは。当時ないから出せませんっていう議論をやってる。ただ議会側からこういう条件やったらっていうのが何か指摘あったんじゃないかな。うん、まずは出してみようってことはあったから、まあ、そうあったんでしょう。今そう議事録持ってるやろ。うん、ただそれは大きな議論になってないからね。当時ね、その関連でご市長先ほどの説明ですが、まあ、この218億円をめぐって職員も悪いところもあったというふうに言ってましたが、まず以前のですね、囲みでも、まあ、その処分についてまとめるということでしたが、今の時点で何か、まあ、局長とかですね、職員の方に何か聞き取り込めれば処分に向けて手続きを進めたりとかっていうのはあるんでしょうか。いや、大阪市の場合はそういう職務規定の、処分相当かどうかを、審査する、これ人事当局なのかな、そこがありますから、これがそこに当てはまるかどうかの基準に当てはまるかどうかを今精査しております。で、僕からはもう昨日の時点でやっぱり局長にこういうのはやっぱあかんよということは言ってますんでね。うん、あとはなんか僕の好き嫌いでそういう処分はできませんから、そういう規定に合わせてやっていきたいと思います。もう一件、決裁がですね、まあ市長の方には来てなかったということで、まあ局長で止まってるそうなんですけど、その部分で例えばその市のガバナンスとして、市長自身の、特に責任というのは、ないというふうに思われます。それどうしても僕の責任自体かもしれんけど、それはじゃあ僕がそれ聞きに行かなあかんというのも無理だからね。こういう知らんわけやから、そういう書類あるのとか、そういうあれは局として判断してるわけだから、それはもう知らない書類にまで責任って言われる。僕が見てて出したら責任、知らない書類やそのメモが僕の責任って言われるとちょっとそれは違うんじゃないのと思いますね。でもなぜこの件に関しては特に下幕という責任があって、まあ、財政局のあくまでも責任という立場ということの確認なんですか。いやだって僕に責任、どういう意味だ。いや単純にその確認で、今でも財政局が、だって僕の見てない書類で僕に責任問われても困ります。見てたら責任。他ご質問よろしいでしょうか。MBS です。今のその書類を見てたら松井市長の責任で、見てなかったら責任じゃないっていうのは、まあ、ある種ちょっと職員のトカゲの執行的なところと感じるんですが、なんでも俺が見てたらその書類はおかしいって言うもん。そんな、だって僕がこれこういう書類出しますって言われたら、もうその時点で計算式もない、で四区が政令市になってる、これもう完全に事実と伴えへん書類を出す言われたら、これはおかしいやんかって、そこで止まるやん。副市長も見てないわけだから、うん、なんでトカゲのしっぽ切りなの。また MBS やらしいことやな。いや、まあそのなんで俺がいつトカゲしっぽ切りしたの。いや、その書類を多分責任っていうところと、その書類を見て止めるっていうところがなんかごっちゃになってるんかなと思って。いや、それはチェックして初めて責任発生するんじゃない。それは大きな意味で言うと、ほんなら全ては僕は最終責任者やからね。例えばほんなら職員が何らかの不祥事しても、それは僕の責任です。だから大きな意味で言うと責任です、こういう市役所が間違った書類出したのは。ただそのこのことをチェックできない立場で、それが全責任やと言われると、チェックしてないんだからそれ違うんじゃないのって言ってる。だからそれは組織としては僕の責任ですよ。それは不祥事を起こしても全部僕の責任、うん、でそれで全部なんか責任って言ってしまうと、その責任に対してどういう罰も伴うよ。責任に対して僕の何をどうするっていうことになるやん。でもそこには至らないんじゃないのって言ってる、うん、責任の取り方の話。責任はあります、市役所のトップなんだから。はい、よろ
ろしいでしょうか。あのすみません、あのやっぱりですね、さっき の, あのところなんですけど、あの前回 の, その特別区設置協議会の時は、あの前回の2015年の時の話で、まあその2015年の住民投票に向けた、特別区設置協議会のところに、やっぱり資料としてあの基準財政需要額が出されているということはですね、一定の基準を置いて、そういうことを計算するということは、別にその捏造とかではなくて、そのやっぱり考えで参考として出しても別におかしくないんじゃないか。今回の書類と全然違うじゃない、その議論している最中の途中経過と。だからその時のそれは、ある一定数字を前提条件を置いた数字ですって法制協議会で議論してるわけですよ、その時に。で今回はそういうことじゃないじゃない。まさに君あの毎日新聞が書いたように、財政当局が4つのまず特別制4つの特別区というその書類の上にね、4つの特別区を作った場合の新たな財政負担というその題名ついてるやん、題名が書類に、うん、それと全く違うじゃん。それはとしては分けて分かる。だから まさに今回のその書類というのはない計算式で出したもんだから、これは捏造でしょ。これは議論の中で議員からそういうこうしたらどうなんねんっていう、そういうことを受けてオープンで議論する中で出した数字だから、基準財政需要額っていうそれに伴ったもんじゃありません。そもそも議論経過の途中で計算したまあ単計算上の、まあ、参考の数字、それだけのこと。まあ、その法定協議書の制度案の中に盛り込まれたとかそういうことではなくて、まあ、やっぱり参考になるっていうことで、まあ、出してもらった数字。今回のは議会でそういう議論もしたわけではないやん。皆さんがこうやったら出せるんちゃいますかって言って作った数字でしょ。それは捏造じゃないの。それは議会の中で議員からのそういう話がある中でみんなが分かってるやん。全くこれは、特別区の、基準財政需要額じゃないんだねということをまず了承を取って議会の指摘、議会の提案でやってるもんなんだから。それその手続き論的な話、だから手続き論的に議会で勝手に数字、自民党もよく言うやん、なんぼかかるんちゃうかとか、そういうのも全部議事録残してやってきてるじゃない。数字はそこでも出るやん、出てるでしょ。うん、だその中身が全然違うもんと今回のこととやっぱり比較並べて議論するのはおかしいと思う。いいですか。あの、はい、先ほどのお答えの中でその前回のその都構想の議論の中ではその議会から一定の前提を置いたものを出せというふうに言われたから、まあ、それに近しいものが出たというふうなことだというふうに先ほどおっしゃってました。まあ、その議事録にそう書いてんやろ、うんうん。だとしたら法定協議会で例えば自民党の川島議員とかもそういう基準財政需要額を何かしらの形で算出できないのかっていうふうに、まあ、質問とかしてたと思うんですけど、うん、そことの整合性はどうか。だから今回はもうはっきりと基準財政需要額はもう特別区制度の中でありえないと。だからこの時は多分議会から具体的にこうしたらどうやああしたらどうやというそういう指摘を受けて作ってると思うよ、特別政治を。川島議員がもう、基準財政需要額の計算式の、まあ要は人係数の中でねいろんなこと言ってたけど、もう話がこうそもそもその計算式は今ないわけだから、当時もなかったけど、でもまあ当時は議論の中で、まあ、そういう議員がそこまで言うんやから出してみようかと。今はあれから7年が、まあ、経過をする中でね、もう基準財政需要額というよりも、この特別区が成り立つかどうかは予算で、予算の実数値でこれをな積み上げることで、特別区の財政が成り立つかどうかという議論がもう進んでるわけだから、もういらないんじゃないのという話になってるわけです。
だからそれ議論の過程と、まあ、その前後もいろいろとその状況も違うわけだから全部が一緒じゃないし、だってその時の数字はでも皆さん方にも議論の中では出てるけど、皆さんにそれがこれが正解の数字ですよなんていうことで、書類を皆さんに配布したわけでも何でもないじゃない。他よろしいでしょうか。そこのところなんですけど、まあまあ、結局その一定の数字、あの一定の前提を置いた数字であることは、まあ、今の今言った通りです。正式な本田が毎日新聞必死になってるけど、もうそれ以上でもそれ以下でもありません。うん、正当なプロセスにのっとってないんで、その数字が捏造っていうふうにおっしゃりたい。それはそうでしょう。いや、で捏造っていうのはもう財政局長認めてるんだし、どう考えてる、まあ、それはまあ、なんていうか調子から他よろしいでしょうか。いいですか。はい、すみません、NHK 西田です。最終盤に来て、基本的に車で回って最後に発行するというやり方になってますけれども、今、まあ、ある意味戦術を変えるというか戦い方を変える中での手応えっていうのはどういうふうに感じますか。いや厳しいよ。うん、やっぱ今日も街でもね、まあいろいろとまあ、具体な数字までなれへんけど、やっぱり経費かかるらしいなとかいうのもあるからね。うん、いや、その僕らが出してる経費はこれですよっていう、やっぱりその一歩控えてからの説明をしなければならないという状況になってます。まあ、明日実質最後の訴え、まあ、最終日ももちろんできますけれども、まあ、丸一日という意味で言うと、まあ、最後になるかなと思うんですけど、どのような訴えをしていきたいと思いますか。もう今と同じです。うん、どう訴えたら響くんかなってもう今は模索しながらやってきたけど、まあもう何かな、もう未来見て過去を、過去を真正面からね、これを、捉えてね、やっぱり未来見てやっぱり新しい大阪作りましょうよしかないんじゃないか。うん、他よろしいでしょうか。まあ、国会でちょっと誤報って言われたんですけれども、あれは誤報っていう言い方はちょっと、それはもう馬場幹事長に聞いてきてよ。俺が言ったんちゃうやろ。まあまあそうなんですけど、うん、だから、うん、それは馬場幹事長に質問したら、うん、ではよろしいでしょうか。では終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。馬場さん、こんなところにわざわざと、すいません、大丈夫ですよ。ちょくちょくですか。